中3男子です。勉強も頑張っており、成績も上位にいましたが、中3になって勉強は何でしなきゃいけないのか、人を点数で評価されたくないと言い始め、 iPad ばかり、学校も休みがち、塾もやめたいと言い始めました。これからが勝負なのに焦ります。今は彼の要求、学校塾を休みたいを受け入れているのですが、この先どうなっていくかが不安です、ってことですね。はい、まあ親としてはですね、確かに、こういったね、中3だとね、本当に勉強をね、頑張ってほしい時期だと思います。まあ、ただそんな時期に、こういったね、なんで勉強しなきゃいけないんだとかね、もう塾もやめたいってなるとやっぱ不安ですよね。じゃあそもそもなんで勉強しなきゃいけないのかって話と、あとはね、なんでこういった状況になってしまったのかっていう二つをね、今日お話ししていきたいと思います。まあ、直接お子さんのやる気を上げる上でね、重要な部分だと思うので参考にしてみてください。はい、じゃあまず最初になんでお子さんがこんな状況になったってところからお話ししていきたいと思います。これいろんな理由があるとは思うんですけど、まあ、送っていただいた内容から、僕が考えられることとしては2つあるかなと思います。1つが勉強洗脳のしすぎ、もう1つが愛情バロメーターの低下、この2つかなと思います。ちょっと順に解説していくと、勉強洗脳のしすぎって何かっていうと、実は小さい頃からですね、勉強は大事だよ、勉強は大事だよってことを本当に言い続けてくる、いくと、子供って何もしなくても勉強をするようになります。これなぜかというと、まあ、ある意味洗脳がかかっているような状態なんですね。もう、あれ勉強って大事でしょ、当たり前でしょって子供が洗脳されちゃっているからこそ、まあ、勝手にやるようになるんですよね。で、まあ、これは、ある意味、親としては、めんどくさい動機づけとかやらなくても勉強するので、ある意味親としては楽なんですよ。楽なんですが、一応その代償もあって、まあ、子供はね、なんか、言われ続けてきたから勝手にやっているんだけど、ある時に、そもそもなんで俺って勉強してたんだっけっていうのを我に返って、こう思い始める時期があるんですよ。で、それが今回の相談者の方みたいに、たまたま中3の時期とかになることがあるんですね。そうすると、今までずっとやってきたのに、突然やらなくなった、なるってことがよくあります。このパターンは今回一つ考えられるかなと思います。で、二つ目は愛情バロメーターの低下ですね。まあ、これもこの勉強洗脳のしすぎと若干被る部分もあるんですけど、まあ、例えば、そこまでね、まあ、なんて言うのかな。親が、もっとね、明らかに勉強しなさい、勉強しなさいとこう言い続けてしまうとですよ。勉強洗脳とかみたいにさりげなく言うっていうよりも、本当に、わかりやすくね、もっと勉強頑張った方がいいんじゃないのとかって言っていると、まあ、ある程度子供は勉強できるんですよ。でも、だんだんね、親子関係ってやっぱ悪くなってくるんですね。あれしろ、これしろって命令されればされるほど、思春期の子は反発するからです。で、その、ある一定ラインをね、超えるぐらい親子関係が悪くなると、子供はね、急に親に反発するようになるんですよ。で、その反発の一つが、こういった親がね、勉強頑張らせたいと思う、でも子供はあえてしなくなるっていうような、状態になることがあります。で、このパターンも一つ今回はね、考えられるかなと思います。はい。で、じゃあこの場合どのように解決していけばいいかって話ですけど、まあ今回3段階に分けてちょっと紹介していきますね。で、まずは一旦無条件の愛情で子供を、サポートしてあげることが大事です。つまり子供はもう一旦この勉強に対して疑問を持っているわけなので、あ、そうかそうかと、まあ別にそんな無理に勉強しなくてもいいよと、あなたが別に自分で楽しく生きればお母さんはそれで幸せだよってことをお子さんに伝えて、子供のもう、ことを無条件で愛してあげてください。これがまず最初のステップですね。これをやっていくと、この勉強洗脳のデメリットが取れてきます。つまり、親は今まで勉強のこと言ってきたけど、まあ別にそんなに勉強のこと大事なんじゃないんだなと、むしろ僕が幸せになってくれればいいんだってお母さん本当は思ってたんだなってことが子供は理解できるので、一番がまず解決されます。で、プラス、そういった対応をしていくと親子関係ってやっぱ良くなっていくんですよ。だから愛情バロメーターも上がっていくんですね。だから1番には両方解決できるのがこの無条件の愛情ってものになります。ただここで一つだけね、デメリットを言うと、無条件の愛情でね、子供をね、もう好きなように、あなたが好きなように元気にいてくればいいよって話をすると、子供は絶対勉強しなくなるので、成績はどんどん下がっていきます。だからそこの不安に親が耐えられるかですね。うん。まあ、でもそこちゃんと耐えられたら、どこかのタイミングで子供は、親子関係良くなって、うん。また、学校とかも行けるようになると思うので、まあ、これは絶対やらないといけないステップになります。で、次に、ある程度親子関係とかが良くなってきたらですよ。そしたら、勉強以外のことで、一旦、まあ、現状ね、この子は不登校なわけなので、学校休みたいって言ってる状況なので、なので、一旦、勉強以外のことで、興味づけをしてあげるってことが大事ですね。まあ、例えば、友達に家に来てもらうとか。そうすると、友達と会うために学校に行こうかなって気持ちが出てきます。で、これで、不登校まで一旦解決していくっていうような感じになります。もちろん、一旦ね、こういう状況に入ってしまうと、すぐに教室に戻れるかっていうとなかなか難しいので、まあ、状況によっては、階段を小さくする。例えば、登校支援室から始めるとか、ってことも必要になるかなと思います。
まあ、こんな感じでまずは不登校を解決し、で解決した後で、まあ、子供がねある程度高校のこととかは考えられるようになったら勉強の動機づけもできるようになっていくので、まずは目の前のね、学校にきちんと行けるようにサポートしてあげることが、大事かなと思います。まあ、毎日行けるようにね。はい。で、まあ、それともう一個ね、今回子供はなんで勉強しなきゃいけないのって言っているわけですけど、もし子供と、こういった話をね、できる場面があったら、なんて答えればいいか。これ、人によって答えて違うんですよ。だから、お父さんお母さんが思っていることがあるんだったら、それをね、素直に伝えてあげればいいと思います。一応、僕だったらなんて答えているかっていうと、僕はですね、勉強する目的は、夢を叶えるためだと思ってます。例えば、子供が将来医者になりたいと。医者になりたいという夢があるんだったら、やっぱ今日本でね、医者になるためには、きちんと医学部を出て、国家資格を取って、で、医者になるって流れが必要ですよね。ここにやっぱ勉強が必要なんですよ。だから勉強するわけです。でもこれ言い方変えると、例えば、じゃあ子供がね、中卒で、何でしょうかな、なんかじゃあ、料理人の修行に行きたいと思ってるとします。うん。で、料理人とね、なんか親がコネがあって、で、別に全然中卒で来てくれたらうち雇ってあげるよってもし言っているとしたら、別に勉強する必要ないですよね。むしろ勉強するよりも、少しでもその料理人になった後ね、そこでついていけるように、例えば包丁を研ぐ練習をしておくとか、なんか物を切る練習しておいた方が、その子の夢が叶う確率って叶うじゃないですか。だったら僕は勉強する必要ってそもそもないと思うんですよね。だから夢があって、それを叶えるために必要だから勉強があるよっていうのが僕の考え方なので、もしね、私もそうだと思うんだったらそれ伝えていただければいいですし、また親として違う意見があるんだったらそれをね、子供に伝えてあげるっていうのが一番いいかなと思います。